あ、聞いちゃった二枠目 OK うんこんばんはありがとう来てくれて <laughs> さっきの夕方の公演前に来てくれた人はさっきぶりだねありがとう来てくれて感謝こんばんはこんばんはギフトも何ややましんさんかんさんまるたまちゃんありがとう イタのうん卒業会に行ってきたいいな私も今さっきまで見ててまだ今アフタートーク中ないよね見たい <laughs> そう綺麗だったねゆいたんあわ終わっちゃったこれあアフタートークも終わっちゃったちょうど今悲しい最後の最後見えなかったアフタートーク今終わったね <laughs> 本当に今さっき見とったんやけど本当終わっちゃった今配信始めたタイミングで悲しいでもめっちゃ可愛いかったねドレス姿やばいねお嬢様だった <laughs> そうあたくさんありがとうギフトイータン寂しいけどねイータンがイータンきっとこれからどこに行っても輝けるし ちょっと友達だし、ずっと大事な大同期だからね。そう。これからも。次は同期としてよろしく。で、私は思います。寂しいけどね、やっぱり。<laughs> そう、こんばんは、こんばんは。そう。さらにお嬢様みましてたよね。ね、すごかった、今日は。そうね、わあ、たくさんギフトありがとう、よかったら。 今ちょうどハランのキャンペーンもやってて「鳥居とお菓子アニメ」っていうギフトがあるんだけどうーんとなんかアメちゃんとかがねたくさんある <laughs> ピンクと黄緑と水色青と紫と赤のクッキーがあるそうそのギフトだとこのは何キャンペーンの方にも加算されるしイベントの方も加算されるからよかったらよろしくお願いします 充電がないよ。そうなのよ。あ、ありがとうたくタんギフト。お化けもいっぱいだ。<laughs> ありがとう。スキンレースありがとう。こんばんはこんばんは。この枠は二十二時までしようかな。私が年齢制限で。 22時までしかできないからなんか今充電がさしっかりできてなかったみたいで一い,いになっちゃったから急に切れなごめん今めっちゃ画面の明るさ下げてみたけどたまに最近充電がうまくいかんのよね悲しいそうだからよろしくねそう今まで時間あったけど ババタバタしとったよねいちごに食べ物届けてたりとかゆいたんのを見てたりメール送ったりで意外とバタバタしてたりご飯もそう準備しんといかんかったから意外とバタバタして充電すんの忘れてたいちごいちごやばいよ食べ物届けに行ったのと LINE をしたんだけどね39度だって今やばくない心配すぎる今日絶対にさもう本当に。 休んでよかったと思うきっと今日公園に出てたらもうねもうもう本当に <laughs> 大変なことになってたよゆいたん可愛か,かったねゆい <laughs> たん卒業しちゃうのが寂しい竹石先輩の声聞こえた壁島先輩でしょ <laughs> あの普段ならイチゴいちごと言うなんまあ最近はひーちゃんだったりするけどポジションがで2人でね言うんだけどそうそう。 まさか一人 MC。一人なんてもう MC とかじゃなくて、もうなんかね <laughs>、MC とはまた違う感じだ。もう、もう難しいね。一人で盛り上げないといけないっていうな。頑張ってたね。そう。<laughs> ねえ。いちごと途中電話したりして、自己紹介の時とかもさ、いちごは左後ろの辺にいるからさ、そう、ああ、ここで自己紹介する予定だったのにって話してた。 電話でかわいそう目の充血はまだ治ってないよねこっち側でも昨日よりだいぶよくなった39度だとちょっとね厳しいよねそうポジション違ったの出たらよかったのにだってユニットも違うから <laughs> そうなんよねそうそうみんな言った「ねっ!」「川島先輩」って言ってたね <laughs> だね応援来たよありがとうこんばんはこんばんは鈴木一郎さんエさんあんぱさんたまにパーだったりバーだったりするのねふゆいにゃんがオンリーワンでしたありがとう目かかったりはないなんかよくわかんないよねこっちの充血はよくわかんないぶっつき販売バやばいよやったことないポジションで 振りも全然違うからねポジションで同じ曲でもまあ、歌はね大丈夫だけどダンスは全然違うからさすがに難しいねひまわりはいけるんじゃないかって思った「えひまわりな!」多分行けたよ <laughs> 多分行けたようそうでも私もさもう今日ね 連いちごが出れないってなった時に連絡来ないか待ってたけどそう一応出れる準備はしといたけど <laughs> 連絡が来なかったですねそうどうせぶ間違えてそうぶつかったりすると危ないからね立ち位置も踊りも全然違うからそう大変名前変えられちゃったそうだよ <laughs> ひまわりはいけそうでも僕より2人でやってんのって。 初めて見たよねアイドルを日生さんが4人じゃなく3人でやってるのなら私見たことあるんだけど僕尻2人は私初めて見ました準備はしとったんかそうあの外に出れる準備はしとった <laughs> そう寝てはなかったちゃんと起きて起きていたいろんなポジションがねできたらねよかったけどそう 臨時 mc でも何かラ、ね、ーメンの時が声出なくなった時は臨時であそこにあずみんさんが加わってたけど今回は1人だったよね1人出て超大変だったと思うそう揚げ鶏を耐えてなかったからやばい <laughs> 揚げ鶏耐えないとかかってかないのやばいさすがにやったことないポジションを覚えるのは大変だし結構ねそう。 一応何年ぐらい連絡してたかな、今日のお昼前ぐらいだったから。そっから時間ないからね。そう。夜は軽く食べました。<laughs> 軽く。そう、は、星たくさん。ありがとう。次は、あ、バダ。アンバさん、星たくさん。ありがとう。なにゃん。え、シティウサギちゃん。中澤さ,さん。ウェンさん。トイさん。かくれんぼ中さん。えーと。 大熊猫先生ゆういきにゃんありがとうみんな応援をしてくれていちごがやみ散らかさないか心配ですもう今はいちごはやむより先に体調がひどくて死んでますかわいそうすぎるやばいよね39度超えの熱なんて私最後に出した熱って感じだもんほんとに。 ディネさん星たくさんありがとうジャッキーさんありがとう白に合いいます本当嬉しいなんかイベント初日私私んか気分的に上げていきたいから明るい色を着たくって今日は白にしたのそうなんかわかんない気分が上がるじゃん明るい色って落ち着いた色もいいけどそう課題大丈夫課題は,課題は が頑張る <laughs> なんとか頑張りますそうあさってのオンラインまでにね落ち着くといいね40個やるとやばいって言うねね言うねそう課題頑張りますそうあさってお話し会おしましできたらしたいと思ってるえ待ってるよおしましかだから私待ってますぜひぜひぜひゆいたんてさ今度のさ あのお話し会何着るんやろドレス姿私さ直接見れてないからさあのドレスをさ最後の話し会でも着てほしいぐらいそうあれが見たすぎて私はゆいちゃんがドレス姿で登場した時に LINE で「かわいすぎるドレス姿似合いすぎる」って「よく言えばこれを27のオンラインの時も見たい」って送っちゃいました。<laughs> <laughs> よく追いすぎちゃった <laughs> でもあのかわいいゆいちゃん私も直接見たかったし写真を撮りたかったよ寂しいこの句はえそんなブランドじゃないこれはグレールで買ったやつかな、うん、そう課題するのかねほんとそう <laughs> そうゆいちゃの課題は大丈夫どうにかなる大丈夫任せてきっとできる <laughs> 今日のやりあります今日の夜頑張りますそうなんとかまあ毎毎月頑張ってるからそうそうそう「来週お願いします」了解だよそう希望を送ったそうゆいたんに希望を送った直接そう見たかったんよねきっとさもしそこでオンラインで来たらさねっあの先輩方メンバーさんとかもだしオンラインでさあのあまりね講公演がそう行けなかったよって方とかさ ね、もっと見たかったって方も見れると思うからさ27日オンライン私は来てほしいところなんですよね実は <laughs> でもゆいたんにもゆいたんの事情あるかそう私が今ただ希望を言ってるだけだからそうなのかなうのは夢の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 また夢の夢って感じなんだけどねえ会いたかったねドレス姿ねゆいたんにそうそうなんよね そう僕いて泣きすぎて明日目張りそう本当かなめっちゃ泣いてたねお手紙の時なんか昨日かな昨日特別のレッスンがあったんだけどそれの終わり頃にそうかなが「これから帰ったらゆいたん手紙書くんや」って言って「あ卒業の手紙かなーなん」て言って話しとって「明日どう泣くと思う?」って言って「え絶対泣く?」って言っとったら超大好評してたねゆいたんとかなは加入前からお友達だからね すごいよねお互いオーディションの写真撮り合った中っていうのが面白いねすごいよねそうだよお話し会の服はえっでも気温の変化が激しいから迷い中って感じそうすごいよね気温の変化最近ねえ卒業のお手紙ゆいとはあれだったねお手紙とかではなく自分のその場で言葉でだったね <laughs> ねえ結衣さんは本当に唯一無二の存在だよね3期の中でもだし STU の中でも私が今まで出会った人の中でも唯一無二って感じ本当にそう家には話し書えたことコスプレは研究生は着れないからもし今回の今回のこのオーディションで2位になになって昇格すれば着ることができます そうまだ着れないよね配信で着るのは大丈夫だけどそうガチお嬢様そうよイいたンガチお嬢様です <laughs> そうだよドレス姿すごい可愛かったもうまさにさ本当にゆいたんのね可愛さがさよりさもうブワーって出る感じパッと出る感じのドレスだったよね靴までとっても可愛かった てもうも可愛かったしそうそうなの <laughs> 私が結婚ドレスを着せそで <laughs> 聞いちゃった可愛かったねゆいたんそういいよね私卒業のさあのドレスって長いのとさゆいたん今回短かったけど短いのってあるけど私はずっと 長いのがいいなって思ってたタイプだけど今日のを見ると短いのも素敵だなって思っていつか来る日まで多分永遠に迷い続けると思うよ私は。<laughs> そうオンライン話会でオーバーオールは着たいね着たいでもスペインで着ちゃったもんね今度来たいね確かにあのオーバーオール多分ね季節的に中に着るものを変えればどのシーズンでも着やすいから。 ね次のシングルとかで消えたらいいなこの間ベできちゃったからな今度今度切るねじゃあ <laughs> そうそう次の話が忘れてたとか言えない <laughs> <laughs> もうしかも忘れちゃったっていうねまああるよねそういうことまあ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 、まあ、<laughs> そう そう家にあていてあてば滝京と公園の帰りを目指すねえ公園急遽出た時あったねゆうたの帰りに滝京もゆう,ゆうで行ったね懐かしいいっぱい写真あるもんさっき写真振り返ってたんだけどもちろん私と悠たのツーショットも多かったけどそれと同じぐらいなんなんそれより多いぐらいゆう,ゆうの写真があったよ本当に私は なんかギーたん今までありがとう卒業おめでとうってツイート今日しようか31日にがそあの最終活動日だからしようか迷ってたけどそうまだ言いたいことが止まってないから31の日に投稿しようかなゆい,いたーんゆいの写真多いよねー3人で一緒になった時はいつも撮ってる <laughs> ブログイはずっと出してないな書かなきゃ確かに確かにねこれからもそうそうなの仲良くしてくれたらいいな初めましてどこが <laughs> <laughs> そう寂しくなっちゃうけどそう同期でいることには変わりないし会えなくなるわけじゃないからでも でも私よりこのユイタんの卒業を見送ったらちょっとねもうこれ以上にないかと思って安心って思ってたけど次はねみゆぽんもみゆぽんのね卒業も待ってますねあそこ自体って形であるけど自分よりもね年下のメンバーが辞めるの初めてだから不思議な感じみゆぽんは受験の年でもあるからね いっぱい考えただろうし私もみんぽんにね高校のことをねそう相談相談を受けたりとか「いいなちゃんはどこ行ってるの?」とか「どういうので決めたの?」とかもそうみんぽんと話してたんだけどそう寂しいよねそう続くね本当に寂しいこれでもう これでもう3期8人か6人いなくなっちゃったのもあと1人いなくなったら半分じゃんやばだから2.5機さんと3機でよくお仕事とかさせていただくけどライブとかさせていただくけど2.5機さんと合わせてもさ12になるわけでしょやばいね寂しいでも今度の福フ,フェスとかはまだねそうみゆっぽんいるから 寂しいけどよかったら見に来てほしいなそうなの寂しいよね卒業はなりたくないに慣れてしまってる自分がああ確かにもう今年はすごく多かったもんね多分 SJ で一番多いもんね2024年本当に3日連続卒業発表があった時あったしね 今回は疲れん続あったし寂しいも私もなんか卒業同期が卒業するたびにさなんか同期のこと考えメールメールでねそのことの思い出を話したりさ写真振り返ったりするけどもうこれもみゆぽの時もだけどもうこれも6回目なのかって思ってこんなに先に <laughs> 同期を見送るなんて思ってなかった本当に寂しい今年は別れの年だった本当に寂しいこの1年でねたくさんの同期を見送ったねまだいてほしいよねまだいる <laughs> そうクフェスは前方確保していか前方の後ろの方で見守りますお了解了解 いいコピーしちゃフまた <laughs> 楽しみにしててフックベスは初めての曲もあるしずっと言ってるけど初めての曲もあるし初めてのポジションがあるし個人的に初めてるまるをしたりまるをしたりいろいろあるから <laughs> 楽しみにしててほしいそう ST の延期生オーディションは多分もうもう近いでしょう 年に発表あると思うもうも近いと思うもっともっと STU をねそう盛り上げて盛り上げていけたらいいね4 2 0の子も入っていつかそうドラマがいて公園行ってないのに待ってるよ <laughs> ね、卒業発表を見たって言っとったね何回か、うん、たくさんギフトをありがとうゆきえさんルイルシーチプラスツさんミンミんさんマサさんトイさんえっ、ー、とキングさんぬりえさんたぶたぶさんみんなありがとうおっシュリンさん星たくさんありがとうそうそうそう そう配信あるかと願ってるそうだね。日清さんの時はこの間日清さんがたくさん出た時はあったんやっけ。あるといいよね。<laughs> そうまる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 やまるまるが気になる。それは現地にみんな来るしかだに。<laughs> でも来て言ってくれてたよね。そうユーニーがいつかね先輩になりそうだよね。そろそろ。そう予想当たりそう。私の予想は的中しやすいよ。 僕の太陽公演をすることも公演名まで当てたからね私は <laughs> 新しい公演が始まるきっと僕の太陽公演だって予想をドンピシャで当てたから千秋楽夏の瀬戸実はあのあるかもしれません <laughs> あるかもねわ、まあ、かんないけどそうシャルムイベント入選の時4競でかと思ってた本当本当まあ確かに そそううも捉えられそう人によってね反応も違ったと思うし4期生のオーディション楽しみ <laughs> 楽しみだね私はすごくそう文字数は合ってるのイエース <laughs> 文字数は合ってるよそう楽しみにしててねじゃあジェンついててくださいちょっとちょっとあのうんー <laughs> う、まあ、ん一人なら一人で一人の後輩だけならいけるかも <laughs> そうジェーンは大変そう考がいいか教えてください分かんないよ <laughs> 俺の目命も占ってくださいずばり今年も私にメロメロでしょう <laughs> もう正解かそう4期生は はい、しまいくけどおしわたしは私だけあ<ら>約束だね <laughs> そうだねあの逃げ道取ってください全然いいよって感じそう新公園の初日コツうええそれやってんの大変そうでもどうなんだろうね今年中には来るんじゃないそれもさかに秋って聞いてたけどね日にちは特に記載なかったからさ よく新公園って飲みがちじゃんどうなるかな <laughs> ねそうチョウさんもサヤンさんも食べっぷりに触れてておもろいやめたい <laughs> やばいんだけど <laughs> お二人とも一緒に会えて一緒のテーブルで食べたからねそういっぱい食べた美味しかったいっぱい食べた分今後チャートリーで活躍します <laughs> 僕の飼えなきゃ占ってくださいうんうんきっと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 うんきっと困、うん、っと、うん、<laughs> ちゃん恥ずかしいきっときっと今今後の今後の行い次第でしょう <laughs> 当たってるあっでしょでしょ <laughs> そう。新公演ねそうよね知らない私も何も聞かないいつなんだろうねほんとに。<laughs> ねさやさんがめっちゃ大事だって言ってたほんと配信かな <laughs> 面白い嬉しい。そう にこいしおにん連売しようや行っちゃうマイファウンシマさんミミンさんシュワルツさんヤマシンさんイケビさんタイさんウマちゃんしおりンさんありがとうみんなエリンさんありがとう嬉しいイベント頑張ってもその一言だけで私は頑張りますありがとうございます頑張りますそう。 俺の目は悩まかったなぜ？もうもう分かりきってるでしょう。<laughs> そうそうなの。さからお店分かったけど有名なとこみたいでそうなんです。もうお互い美味しいお肉って言ったらあそこですよね。そういい,い一回しか行けてないから嬉しいポイント食べますか？えなんかそういうのあるらしいね。S T E でもそういうのあったらいいのにな。 どっちが先に食べれるか <laughs> <laughs> そうチャートリアしたので先輩メンバーから2歳されては3期でにゃんう意しやすあ,ありがとうこれからチャートリー公園でも会えるの楽しみにしてるねそうワンカルビワンカルビ聞いたことあるけど食べたことない分かんないなんかでもさ あれはまたちょっと違うけど広島駅にもなんか一人焼肉がしやすいお店あるよねなんていう気あれ忘れちゃった <laughs> でもそういう感じの多分メルメルないそうですなるしかそう失礼のだいぶ過去の部分をつけてくれませんかそうだね過去の部分つけたらだいぶたまるんじゃないみんな <laughs> あ焼肉ライクだ広島駅は焼肉ライク 焼肉ライクは二回か三回行ったことある広島駅のとこそうそう肉屋さんが経営運営か運営してるんだえー、すごそうなんやね一人焼肉全然いける私一人焼肉いける一人ボウリングとかカラオケもきっといけるし一人ジュースにもいけるき基本何でも一人いける一人ラーメンも。 一人ステーキもいけるひょんすし一,一人お寿司もいける今ょんなんでもいけるでもみんなと行った方が楽しいよねって感じ <laughs> そう <coughs> <coughs> なんかシャトウリアえさすがにないんじゃないえ何言っ何そんだっけ名前普通な感じの,の電光石火はオーディションの時に行ったね広島駅んとこそうイいニゃが地引きしたサイン入りは私持ってる持ってる 手元にあるそう網焼飽きてあ、行ってたねロケ行ってたとこあ、そうなんだ SK さんケ日だけ食べたことおい美味しかった日だけ美味しいよね私も私もでもギフの辺でさ何か美味しいご飯食べ美味しい美味しいねあの何ステーキ食べるとかやったら 飛騨牛、松坂牛かな、やっぱり。岐阜の辺は。一人バンジーも多分いける。天丼せっか、甘い、そう、私は牡蠣のやつが好きだよ。そう、ファンクラブ。あ、fc 岐阜の。会場で飛騨牛,牛、え、ああいうとこで食べるさ。屋台の食べ物とかって、もう格別よね、超美味しいよね。わかる。うん。 さんギフト熊根パパさんありがとうメロンさんありがとう一人ずつに全然いけると思う <laughs> 元気に来てる超元気 <laughs> 超元気よ大丈夫一人り二郎系ラーメンいける人は知ってますあ、もう一人よしさんかな私も多分いける基本何でもいけると思うそうフフ <laughs> 基本いけるね何でも一人なんと そう一人でも行けるけどやっぱ友達とか同期って行った方が楽しいよねって感じ f c 岐阜のスタジアムグルメ美味しいもの多いそうなのうわっいいな f c 岐阜の試合お母さんと行こうねって話してたのにそう s t ーっていうかって広島に来ちゃったから行けなかったんだよね <laughs> f c そうな。一人スポーツ観戦も。え、いける。全然いける。そう。あ、よろしかった。え、あ、よろしいね。釣るよ。そう。コストコは箸もあるね。私も一回だけある。くるくるさんと、あ、サンフレの。 カナアが一緒に行ってたよね。ね。スポーツ観戦とかいいよね。私熱くなっちゃうタイプだからめっちゃ楽しめると思う。<laughs> 行きたいねいつか <laughs> こんん。こんばんはこんばんは。今さみんな公園出てたり、今日私がユニ公園出てたりしてるけど大変なのは。 あれだね、9, 9時台とかになってからかな9時台とかからあれだね順位がいっぱい入れ替わったりとかしだすと思う頑張りゃ、頑張ろう <laughs> 頑張ろう楽しんで楽しむことはもちろんだけどやるからはには一応目指して頑張りますそうドラフト4で指名された選手が7月7日へ エックス上げてくれてたの見たよ。こんばんは、こんばんは。うん、いいかも。業行行きたかったな。で、配信見れてよかった。<laughs> 同期の卒業の時は基本。行ってたけどね。寂しい。 リサ子の時いたしそうかすみの時もいたしリエちんの時は一緒に出たよねでなーめんは公演はなかったけど配信見たりしててで今日ゆいたんだったけどゆいたんだけど行けなかった悲しいエディオンだからねリサ子の時はエディオンだったけど多分そう あの時はなぜかオッケーだったんよね <laughs> そ公園出てない三期全員行ってたもんね懐かしい行きたかったね今日も本当はでも今日が最終活動日じゃないからさまだお話し会できっと会えるしよかったよかったエリはそう 見学がちょっとね通らないことが多いですね。星たくさんハート。今はバドアンバさん星たくさんエイタンさんマジックさんええたいさんナフニャンありがとうギフト。そうスタッフさんマネージャーさんがそうなの。絶対いなかったりもねしたりするしね。 見る場所がないしね、あんまり見たかったね。あ、ドレス姿見たかった。ドレス姿いかん、見たかった。本当に。だって超可愛かったじゃん。もう本当にユイたんお似合いすぎたドレスが素敵すぎた。いいな。今日はさ。 私はゆいタんと同じポジションだから今日僕大やなかったけど私以外のメンバーみんなさ香川行ってるか公園出てるかで超大変よね,ね今日香川にはリアチゅうとミルポンが行ってたね <laughs> なんかえっ一体ってるのかなどうなんだろうどうなんだろう香川ねそう言ってたんだけど曲数が12だか13だかで 超多かったらしくてそう大変だったみたみいそう初めての曲もあるしそう基本ねミーポンとかはシンポジフェスはね私もだったけどフェスは初めてだからシンポジばっかりで新しく覚える曲もほんといっぱいあってで、ね、大変そうだったミーポン頑張れたかなうまくいったかな <laughs> う明日からハラミのうかしなげるねありがとうこの後押しかけるやばいひい <laughs> たんです可愛か,かったねご家族席に巻き込んでればバレなかったかやばいひい <laughs> たママあ来られてたんだね今日やっぱそうだよねよかった来られてたんだひいたママとは何回かお話ししたことがある。 上品な方だねバズレンのにもね出演してくださったよねねえ原宿だっけあの時の企画のとき麗。カステラさん星たくさんありがとうやとうさんありがとううまちゃんもありがとう山新さんもブレイクラインさんもありがとうこんばんはこんばんはうんうん いちごが LINE が来て面白いいちごがなんか一人で騒いどるフフフフフフ何か騒いどるもう11月で確かにイベント終わったらもうその次の日から11月やばいねやはそろそろ服を本格的に入れ替えしなきゃいけないな来週楽しすぎるねー楽しみがいっぱいだ11月もね三39度あるからそう落ち着いてって感じ本当に。 本当に言ってやって <laughs> ね話し会までになるといいけどねでも今日ね公園出てたらきっともっとさね <laughs> もっとひどくなってたと思うから今日はお休みしょうがないよねワクワクさせてくださいも,もちろんワクワク私もしてるもんイチゴぐずってるイチゴはなんか今。 シ <laughs> チューラボがソラはさんとパセリさんだソラパセさんだって言って今なんか LINE で送られてきたお二人を応援しているみたい <laughs> 早く寝てください本当に本当だよ。パラコのカフェ行くかおそれはそれは行っといで <laughs> 同じメニューあるかなあれば同じのにしちゃおうよ、ね、今日のメールでも送ったよそこのカフェの。 写真カフェで撮った写真「ファイナルクルージンのファンクラブ受け付け」決着も始まってるのかじゃ決まってるね来月はなんかあかりさんとか千穂さんとかまとめてるみたいにそうなんかねまとめたい一旦 <laughs> 予定がいろいろあってさごっちゃになっちゃいさ頭の中が。 先輩方に通べたらまだまだだけど来月もいろ,いろいろあるのが楽しみだね雪に美おいしかったおいしかったよめっちゃおいしかったやばいよ海鮮もお肉もどっちもおいしかったうんあとさあ本ほんとだこれ金貨のやつ私これ連絡 <laughs> 来てなかったよいましたあなるほど 銀河ファイナルクルージングイベントファンクラブ戦考受け付け始まったみたい私も今知ったよ連絡来てなかったよこれも是非待ってますこれこれ3期ばっかだねこの日山梨の方にね3期の子が3人いっちゃうけど残りの6人だねゆうなと。 かなーと私とみゆぽんとさっちーとひーちゃん集合ならず <laughs> 違う山梨のフェスがあるからみゆぽんとこうやって一緒にねイベントとか出れるのも多分ねもう数えるぐらいしかないからまだまだ思い出を作れたらいいよね自分の回復願ってチョコに対してはさあ,い,ちゃうあいいないいなそう奥沢のラフはっていうの了解 <laughs> メール探感じめすお了解前のやつかそうえっまだ私はシチューラボ見てないイチゴは今から見るって言ってたそう明日は福岡大番あそっか日帰りだよね多分さすがに福岡なら頑張ってほしい11月ね前半いろいろ詰まってる生誕祭も2回あるしはいそうもう楽しみなん <laughs> ですかえ ええー、<laughs> あ前方席はもう完売か,か嬉しいありがたいありがたいですね一部二部あるんだけど3期生が参加するのは一部の方なのでよろしくお願いしますちなみにここだけの話なんですけどクラーシングはおしめを1人選ぶらしいので。 待ってますって感じです <laughs> ぜひ待ってます言う <laughs> <laughs> なんか聞いたけど気分なりそんなわけないでしょ <laughs> 全然そんなわけないよ <laughs> 私私は先輩方が頼まれたのいただいたそう集合が集合ならずだったそうよが言うなんか聞いたて言うなは焼肉行ってないからね <laughs> は四国だからねそうクルージングで行けない命はつらいね僕ぼくがい帰りお僕ぼくたいってきたのいいじゃんドレス姿見たのうらやましい福岡はね近いよね私も何回かお仕事行ったことがあるけど <laughs> そうそうファイナルクル,ジンクルージングで言うと確かに終わりみたいあ選びましたお さすが、嬉しい、来てくれるんだ、嬉しい、さすがですね、嬉しい、<laughs> そう選べない、<laughs> でかい国やばい、そうお締めにぜひ選んで待ってますね、そう講演なったことないよ、これから待ってるよ、クルーズもちろんユナイテルは、さすが。<laughs> 嬉しいクルージング船船乗れるの嬉しいな好きなんよね海も好きだし福岡と広島隣町みたいなのもん近いよねだいぶ近いよね私も前に行った時びっくりしたもんわ福さんたくさんたくさんギフトありがとうアメちゃんだお菓子だ切る目だとおしめ誰やなんだろうあ <laughs> あれ <laughs> 私はそういっぱい食べたよ 肉美味しかったキムチも美味しかったなでもホタテも美味しかったなカニも美味しかったな下々で行くの5時間あっそんなかかるんだなるほどね新幹線は確かに頻繁に飲んのは大変ですねこれさ 銀河ファイナルクルージングの方はさクルージングイベントの方は朝早いじゃんこんな早いこんな早いのって思ってきっとメンバーはさこれよりさ髪型メイクは自分だけど髪型していただいたりがあるからそうだいぶ早そう <laughs> だいぶ早そうじゃないねみんなで頑張って早起きしようね <laughs> 早起きしよう遠い方は全泊で来るかもねありがとね私のためにわざわざね泊まるとこを取って移動手段をね考えてくださってありがとういつも私がいっぱい食べる動画ないのが <laughs> 千穂さんが取ってたかも <laughs> 千穂さんがちょっと取ってた覚えがあるそう からなかなか行けないけど選ぶならおまあ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 そうお肉おいしかったねモーニングクルージングほんとね朝だよねバスもうよくしてわありがとうああいうの楽しみにしてるねありがとうどうしようか <laughs> ハーフツインとかにしたら <laughs> 今日のゆいとみたいな <laughs> そう、私の配信通知はくぜん、了解そう ど動画見て「ええー、そんなのんかわいいかわいいのじゃないよ絶対」<laughs> そう「ちゃんと寝ないとそう船寄りする」で「ちょっと食べないと船寄りするからちょっとは食べてこなきゃ」「そう」「ナイトそう」「ナイトクルーズもクルージング」もあるけど銀河ファイナルクルージングもあるからね2つあるから嬉しい予定がたくさんですね来月は頭から」 うんいろいろあるねクークーさんの生誕野球の生誕もあるし2ヶ月無りお嬉しい来てくれてそう フェスもあって公園もあって確かにフェスもあるしね昨日また大好き決まったしねもう嬉しい来月もたくさん会えるのがニューポンはいつまでなんだろうね最終活動日月末とかかなどうだろうねわかんないけどたくさん写真撮っとこう <laughs> あたくさん欲しい えーと、あんまさたくさんありがとういっぱいだね欲しい、うん、あソロコニーの方にはいいな私も行きたいんだけど <laughs> 行きたいもうセットリストがさねもうそこでしか聴けない曲ばっかでさセットリスト見た時すごかったびっくりした私も行きたいよ「ジャングルクルーズ」 ミューポンミューポン,ーポン説明してくれそうクルージングねメンバーとね私もさみんなとさあの船に乗ってねそうやって行けるのすごい嬉しいからねこれからもずっと続いてほしい僕たいに早く見たい来月のリアチューとクックルさんの生誕があるよあってるよ。<laughs> 嬉しい ネネくれないの、吉原公園の野宿、だだよ、風邪引いちゃうよ。<laughs> 来月末とかね、かもね、そうかも。大阪リアル、確かに、確かに。そうだよね。スクラム組みますか、やばい。<laughs> あれ、あのラグビー。<laughs> 来月行け、本当。 嬉しいね生誕生誕祭嬉しい生いんん来月も予定がいっぱいだ来月もだろうけど多分今年中は意外とね予定待ってるもしかしたら今年はもう帰れないかもしれない <laughs> そう やっとお仕事終わった星ままだはお疲れ様だお疲れみんなそうよねお仕事大変だお疲れ様今日はあれか金曜日だよね確かみんなお仕事お疲れ様だ今の声えー、聞けることあるかなどうでしょう <laughs> どうでしょう実家でもねもしねとあの 最近何年か続いてる元旦公演があるかないかでもね帰るタイミング変わりそうだけどそうまた今度買うかなそう帰りに帰省するからやばい <laughs> 東京もいいでしょいいじゃん舞台行くって言ってたよね楽しんできて私も気になるどんな感じなんだろうねバレエの舞台って素敵え あれだね、マイキューさんがさ舞台出るからそう今度のさ来月の四国とチャートリの対バンさねまさかまさかの3期生が <laughs> 3期生がね、うん、出ることになってる、うん、ユウなんか来月の四国ねデビューだね対バン式の方だけどフルではなくてそう来月は山口であるよね 疲れとくその次の日花だれ公演があるだからチャートイーのメンバーさんもそのまま次みんな出られるのかなあのチャートイーのメンバーさんはそのまま花だれきっとそこからもう新にせとりがるし大変だねー山口県って私思ってるより 行ったことがないかもしれない十三日か公演いいな四国とチャットリの対話またあったらいいなまたあったら <laughs> ね 一緒のユニットにはなれなかったけど、ユうナとか、イチゴと一緒に出られるじゃん。いつ買ったらいいね。<laughs> ラグビーか、したことないな。そう、まんな。波に話してたし、え話してるイメージあるわ。見たことあるわ。そう、自動車学校は、頑張ー。それは。台風発生したのえ本当 また中止とかにならないといいけどえー、やだねそれはなくなってほしい熱帯低やつに変わってください <laughs> 11月は帰れない気がする <laughs> 嬉しいことにたくさん予定が入ってるからそうでもしかしたらどこかでねイベントとイベントの間とかで帰れるタイミングあるかもしれないけどまあギリギリ言わないとスケジュールわかんないからな詳しいの。 12月もリアルと確かにもうクリ,クリスマスライブも決まってるし忘年会も決まってるいろいろあるね <laughs> きっと1000円くらいってさ僕タイとかも入ってくると思うし楽しみだバレエとミュージカルね新しい4人カレンナってことは誕生日って広島のお祝いの可能性ありあり <laughs> どうだろうね優奈もねポジションも気になるね そう東京出張山口行き取ったあそうなのねそうお母さんが広島来るってはないかのお母さんも大変そうだから当分公園出られないって言ってたそうよね舞台行ってもう稽古期間が長いしねそうだよねねそうそうそうなんよチャートリりが一番あれかな チャートリが一番あれがあのレッスン新公演のレッスンが始まったのは一番チャートリが早いけど意外とまだチャートリはね3期出てないよそう他のねユニットさんあれ高かね旧セトリでやってるからねそうでもチャートリはもう新セトリの曲は全部入れ終わってて私とリアちゃんの3期生はあたもともとある曲で今後「メールだ」って曲をあと2曲入れるだけで。 鳥居はもう全部入るからそうしー瀬りでね三期生を見れるのは三期生はチャートで見るのもね遠くないかもしれないねでもー、ね、ジャーさんにも遠くないうちにあると思うからってやったから頑張らなきゃ <laughs> そうだよーんカーラーそばうんひこちさんが作ってたそうだね 台風中傷確保しししててたたらすごいたまにあるよねそういうこと台風でちゅうがこんなと嫌な思いでえ行く予定だったって言ってたもんねやだねーやだねー全部ね予定がなくなっちゃうもんねそうしたら創建深いやったちゃんと1回しか見たことないからあれ見たらしいほんと当。嬉しい新セトリーもとってもかわいいから楽しみにしてて そう、かなうとヒータンはかんはかなうとかかんないけど9世トでもねおそらく1回きりだろうけどそれを覚えたのほんとすごいよね。2人とも超時間がない中で今日あの「僕隊」の公演のユニット僕じりがあるんだけどその曲が、まあ本当の今日のメンゃやったらかなうといちごとヒーターやったけどいちごいなかったから2人でその何 あれをやってた、僕事例やってたんだけど、さすが、さすがだなって思った。<laughs> あの短期間で十何曲覚えた、本当にすごすぎるよね。早く出てください、了解、頑張ります。うわあ、古賀さん、たくさん、お菓子、ありがとう。可愛い,いよね、この歌詞。母校の学生にすぐ来て、ええ、母校なの、やばいね、母校やばいよね。<laughs> しかも母校にさ。 押し面も来てるわけじゃんすごすぎんそれ <laughs> どうだったみゆぽんどうだったみゆぽんみゆぽん頑張ってた練習してた初めての曲めっちゃあったのに頑張ってたよ帰国と対談したい私もしたいそうなんとかさんに頼まれたからきらぼしだけど今日頑張ってわっありがとう感謝すぎる感謝ですありがとうひまわりも3人でしてたね 実際さあそうなんだ頼んで頼まれてそうなのねありがとうよかったらこれからも来てね待ってるよ台風が来週の金曜ぐらいに来る予定が出てみたいほんとなんとかクルージングねしたいねえ、ね、寂しいよね 入っていかなくなるのは寂しいからクルージングが無事にできたらいいけどねでも一番はみんなの安全だからにャング来てくれたね優しいね <laughs> 優しい嬉しいありがとう季節初めのタイね寂しくなってきたのそう高橋さんおばけ高たさんありがとう僕自待機してたけど一緒に入らなくていいわ気づきました 太極斗旦かいずっと言ってておもろい <laughs> 可愛かったけどこの席が推しのご両親推しのご両親だったのそれはど緊張だわそれ超緊張するね <laughs> それはやばい推しのご両親の隣ってもう <laughs> すごいわそれすごいねそんなことあるんだやばっ そう実際おっさんだと不思議んだよ名前からであそういうことなのねだから最近ねみんなオンリーワンでですですにしてるのでなるほど <laughs> そうああそっか今ちょうど出たんだ皆さんエックスをエックスをご覧くださいでてくぺそうだそうだ。そうだ そうなんです私さっきゆっくりちょっとちょっと話,話したくなっちゃったけどそう実は実はそう公式見ればわかるんですけどちょうど配信中に出るなって思ってて9時に出たんだけど来月のね11月28日そうなんとなんとかなあの生誕ですね牧体での生誕ですね嬉しい。 おそらく私のポジションはミュゆポンが戻らない限りはミュゆポンどうだろうは出る可能性が高いかなって感じかなそう一緒に出られたらいいなナなの生誕ね出る可能性がちょっと高めかもしれない今後は是非待ってます <laughs> うーんがないなわ確かにねいろんな件でしてほしいよね山口は最近あったけど香川とかもこの間あったけどね久ベースの時もっといろんな件でしたいよね確かに確かに11月も僕隊は全部生誕か確かにそっか来るさんとリアス中とかなうと楽しみだね さっきののの方方アメリカのニュアの方わーすごい私と同い年ねえー、やばうれ <laughs> しいそんなそんなありがたいツイートもわあ嬉しいありがとう可能性とな日ならいけるかも本当本当おそらく出る可能性高めじゃないかなって思うけど確定じゃないので <laughs> また出演メンバーが出て私がいたらぜひ待ってます ねえ生誕がきとも結構ねあるよねかなわ来月だもんね誕生日来月の2日だかなわかわ20歳か20歳のせ20歳かいいね20歳ほんとに節目だ成人式も近づいてきてますね 今ロサンゼルス在住と異国の地位が余ってるわそうなんだすごいアメリカの方にも今ロサンゼルスすごいニアンツの方がいらっしゃって応援してくださってるんだねありがとうだアズミンさんがゲートナントに姿あげてるみたーい私あっよい,いしょよい,いしょよい,いしょ釣 <laughs> れちゃった釣れちゃったよい,いしょよい,いしょ ユーターの失業ドレスも見たいな本当に見たいそう叶う読みなかったよ <laughs> これだった <laughs> おあれれま <laughs> あ,あ大丈夫だよそうお前が多そう ものは多い <laughs> ここちょっと散らけて今ソファーの上散らけてるからねそう大丈夫でもちっちゃいけないものはないよ <laughs> 面白い安定しんのよねこれがユニアの抜き殻落つなかった気のせいだよ十 <laughs> 一11月に見え多いね自分は11月生徒 いいじゃない11月多いよねほんとに誕生日うちのお母さんも11月だねあはかわちい今日この衣装だったんだタンポポ衣装だっけあのへえそうなんだかわちい今日ね みーぽんがペダルでセンターをするっていうのは私知ってたからさうまみ見たいって思ってうまくいったかな <laughs> うまくいってたいなかなおが夏,夏生まれっぽいのは私もわかるすごくわかるそうなのそうなの今日は床にうまい棒はないでも今これが見えた 私の抜け殻ですちょっとぱイっておいてた悲しい神様さんやったー美宝のタンパポイシ入れやすいよね初めて見たかも私も来たことない可愛いすぎるねミ もう今日は本当に曲数が多かったみたいで、普段のフェスの倍ぐらいあったみたいで。大変よね。楽しめたかな、みっぽ。何歳かがね、<laughs> 出てこい、本当。私のたまに十七か十八か、たまに迷うよ。そう。十一月5、お、十一月生まれ、多いね。さあ、基本格的はそうやって、半年は。 記念日だね新評価のメイクポーチはここにあるこっちの方にある <laughs> タンポポリションえ好き私も可愛いと思ういいよね私に絶対似合う本当嬉しいなんかメンバーでもよく話すんだけどさなんかよくよくやることだとさイエベブルーベとかもあるしさ顔のなんか何顔の タイプとかにもやるんだけど私はパキッとしたなんか真っ赤とか真っ青とか超緑とかそういう色よりも赤照りやピンクとか淡い色系そうちょっと淡い色系の方が似合うタイプなんよだからタンポポ衣装は多分ね私も得意だと思うあの医者はねちょっと着てみたいんだよね <laughs> そう クラブの方も来てくださったとわ、優しい。コッシーさん、ありがとう。コッシーでいいのかな。<laughs> とメロンさん、なにゃん。山地さん、たかしさんは、お化けたくさん、ありがとう。カラムーンさん、グガイさん、ありがとうね。そう。私はイエベっぽい。え、私はね、おそらくイエベ春。おそらくね、でもちゃんとした身体言ってないけど、友達とかと話した感じ。 そう春っぽいよねってよく言われるしの春の人が似合うようなお洋服とかメイクが私も個人的に「あこれだ」ってなるおそらく家で春だと思うかいじゃないですかやだダン <laughs> パパ衣装が一番好きかわいいよねそう私は何だろう分かりやすいので言うと私は淡いそういう色が似合うけど逆にパキッとした色が似合うのは リエチとかはめっちゃパキッとしたもう濃い赤とかさどんなんでも似合うイメージない似合うイメージっていうか似合うんよね多分お顔のタイプとかもあると思うんやけどそう私は淡い色系の方がどっちかって言うと似合うからタンポポ着てみたいね <laughs> そうそうなのもうイチゴがさっきからさ熱で今39度の熱にさ 今さ、襲われてるんだけど今いちごから「蒙古タンメンが降ってくる夢を見た」って来たかわいそう <laughs> かわいそうだけどちょっと面白い39度やばいよねいちご白桜なんていけるな私も私も悲しいそうそうなんよ一ッティング入りたいってずっと配信続けてる子かな 分かんないねベレー帽はベレー帽かぶりたいあんまり私ベレー帽かぶらないんだけどさそういいよねベレー帽ちょっとちょっとねえかぶってみたいねベレー帽のイメージ私はサラピさんとかアリちゃんさんのイメージなんだよねそうチヨさんのイメージあるな他のニャンズの方も来てくださったわー嬉しいありがとう s t 4 8三期研究生の奥田ゆいのです私も SKE さんが人生初めて受けたオーディションで実は STU に加入する前は SKE さんの講演も行ってました <laughs> よかった今イベント期間中だしまた遊びに来て来てほしいです合 <laughs> ってるねブルベイエベでなんか両方似合うグリベってやつもあるらしい よよくわかんないよね卒業のドレスの色今気づきやすいやばい <laughs> 今んとこの私が着たいのはやっぱりペンライトカラーだしアイドルって言えばこの色だしもう誰しも女の子はきっとね好きな色ピンクが着たいかな薄めのピンクのドレスが着たいかな <laughs> 素敵よね見えパンもパキッとしたのにあ,あそうそうそう,そういう感じのイメージかもそう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  似合うと思うそう家出じゃない家だよ <laughs> そう北田さんはそう早く早く寝てほしいそう夢で蒙古タンメンが降ってきたらしいそうそうなんよさっきでってイチゴは配信してないわ <laughs> してないわイチはちなみに私から映ったわけじゃないよそうイごさんは 最近忙しかったのともうこのイベントに対するストレスでそうもう熱が出ちゃった39度のかわいそういろいろ今しなきゃいけないことあるからね、うん、大変チャートリンメンバーのイメージあるわっかる高,高熱の時ってね、わかるあの意味わかんない夢見るよね そうなんよ寝るときはあったかくして寝て寝て昨日イチゴに言われたけどイチゴがねって思った <laughs> そうボタニカルとかタンポポッシュ着てみたいえねっボタニカルも言うよねあの衣装かわいい、うん、ちょっと待って着てみたい <laughs> いいやんいいやん毎週よ着て着とったよね <laughs> 他何があるのかちょっと気になる パーソナルカラーとかついていけません。え、でもその言葉を知ってるだけで私はすごいと思う。そう。マイキューさんがドラフト3期のオーディー初めてした時は真っ赤なベレー帽。うわっ真っ赤なベレー帽。なんかあれだね。すごい、すごいね。あの、最初にそれだとずっとそのイメージがありそう。ベレー帽か私あんま被らないな。でも、唯一ベレー帽一個だけ持ってて、それは、 オキさんが卒業される前にねメンバーに向けてそのレッスンジに置いちゃって服をどうぞって感じで置いててくださったんだけどそれでねレーボーさんの1個いただいたそれだけ持ってるかなペンライトからラ,ライトピンク <laughs> そうだよそうそう薄めのピンクね <laughs> みんなメモしとるおもろい <laughs> でもまだ先だからねだからそのまだまだ先だと思うけど そのの時までちゃんと私のこと私こ見ててねあさってのオンラインに復活してほしいしてほしいね臭いがちゃんが降ってきてほしい <laughs> うるさいよ多分 <laughs> 多分うるさいようるさいと思う <laughs> そういちごそう福ス山梨のベースもそうだあるよね大変やねそれ以外にもね ユニットのとこもね、入ってくるしね、大変だ。平熱三十五度。私の平熱は。彼はみんなメモ案件、私の平熱は三十六点六だよ。覚えといて、三十六点六。六六やって、オーディション番号。<laughs> で、世界で行った時、アイス食べて復活してる。え、あるよね、私も今日イチゴにアイス買ってった。 なんか白いサワーあのガリガリ君の白いサワーがすごい食べたくなったらしくってそれを2つ買って届けたよそう一応ファッション業界は大事なんですかお素敵すごいファッション業界いいですね一番直したらユニャ君に直ったような気がしたんではないほんとんか風って言うね人にうつるともともと風だった本人が治るとかって言うじゃん ねえ、<laughs> あるあるだよね。昔からずっと注目してました嬉しい。<laughs> あれちょっと待って。お名前見たことあるかも。<laughs> <実は笑>お名前見たことあるよ、私。SK さんのファンの方だよね。x のか見たことある <laughs>。びっくりした。結構私、SK さん、SK さんのファンの方ね、たまに、あ の方方かるるっって方いらっしゃるんよね私も SKEY さんの公演入ってたしそうオーディションの頃とかファンの方のツイートとかよく見てたしまあ今七 t に入ってもたまに見るしコルるかもオルポぽがいいおろないしとぽカり <laughs> みんなアクエリとぽカりどっちが私あんまりよくさ 違い分かってなくて安い方か言っちゃうんだけどそうどっち派私はよく分かってない喉はもう完全復活だと思うからこのイベント中はいっぱいいっぱいカラオケ配信したい <laughs> なんかえカラオケこのショールームでもしたいけどあれもしたいカラオケボックスに行ってもしたいからまた日にちが決まったらしちゃうねでも後半が本当に毎日忙しいからするならこのこの土日でもいいよねって感じ あさってオンラインお話会始ましてよろしくよろしくねそう平均体温ゾロ目なんです車いナンバーにしようかな366で、ね、おもろすぎるそのナンバー由来何なのって言われて推しの平熱って言ったらびっくりする身長とかなら理想なのに平熱を <laughs> めっちゃいいやんおもろい <laughs> 高めちゃうね ちょっと高めかもしんないでももう中学の時から最近はたまに測るけど基本いつも36.6かなそう <laughs> 30年後とか違うユーニョンとユーニョのクエストさえつかない可能性がうそだおしめは分かってよ <laughs> いやでもでもねそういつかでも私さ卒業とかさなんか こっっててて同期をいっぱいぱ見送ってきてさ最近考えたことあるよその卒業を考えるとていうよりはいつか私が卒業する時のことを考えたら私卒業発表できるかなって思って卒業発表したくっても基本卒業発表ってさ公演のちょうどあの終わる頃にするじゃん挨拶の前にちょっと待ったって感じで私多分公演終わる頃はもう公演でみんなとたくさん目合わせてみんなと。 にいっぱいコールしてもらってペンライトしてもらってだからもう寂しくてそう「ちょっと待って」もも言えない気がする <laughs> 言わなきゃいけないのに自分の中で延期にしちゃいそう寂しくて私は卒業発表できるのかな <laughs> そう汗汗やば,い <laughs> やばい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 や百さん有名人ですからだからかなめっちゃいくす 流れてくるんだね。わかるよ。<laughs> そうポカリ派アクエリの方が安い。え、そう私もアクエリが安いからアクエリをそう買ったね。そうそうなの、ね。ポカリは甘いああなるほど。いニャ、ね、から楽しい楽しいでしょ。え、チェナ徳島が本社。ポカリああなるほど。やばいアクエリ買ってしまった。<laughs> やばいやばい。結婚の話くん。私アイドルだもん。<laughs> あ七海私し人がっ七海最近できてないからこのイベント中にしたいなしたいしたい僕の車のナンバーは 4646?48 じゃないかい <laughs> そうメンバーを変えにツイートが愛しかないえ超愛しかないね車のナンバーなんてそう簡単に変えれるもんじゃないしさねええそれは愛が愛,愛でいっぱいだね 平日おもろいね誕生日とかじゃなくてそうクロアナンバーをはじさめたした記憶があ過去がマイキューさんのオーディション番号ですねやみずですねあいいね <laughs> パスワードにしようかな366ゼロ三六 <laughs> 六0366とかにしたらみんな <laughs> 面白いはあゆいさんから LINE の返信が来た嬉しいやってみよう <laughs> そう楽しみ楽しみそのないくらでも受け入れます本当？寂しくなっちゃうんだよね多分きっと発表いざするってなったらできない気がするそう寂しくってもうみんなのこと見たら「そうお前ら痛い!」ってなっちゃう絶対 <laughs> そう絶対なっちゃうよ 卒業活動自体の予定今のところないんだけど絶対する時き寂しくなっちゃう写真集は確かにあ今日発売だっけいいですね <laughs> ちょっと待ったが言えなくてそう卒業できなそう私絶対寂しくなっちゃうもんそうあの MC 自分じゃないメンバーが MC のところで裏に着替えとか行った時にマネージャーさんとかに「今日やっぱ卒業発表やめていいですか?」とかって言っちゃいそう <laughs> 寂しくって <laughs> い <laughs> っちゃいそうだよあ乃木坂3択の,の時に買っただから46なんねなるほどなるほどねそう右上のハート押せばいいんですかそうですよ右上のハートと私のプロフィールに X が書いてあるからそう是非待ってますよ私は多分そうアカウント見たことあるけど <laughs> わかんない私のアカウント見たことあるかわかんないけど って,暇ってますね <laughs> そうそうなのナンバーみんな車の車のナンバーなんか由来とかあるのとなんかよくさ夫婦とかだったら例えば結婚記念日にしたりとかさそう誕生日にしたりとか子供が生まれた日にしたりとかさいろいろ多分あるじゃんあとは縁起がいいからゾロ目にしたり「七七とかさ。 したりとかあるけどみんななんか車ナンバーとかって思い入れあるんかな <laughs> 今日インニャンャーミングねいつも言ってくれてありがとうアッションバーグは0 7と一1二2の私と15やな行っていいの <laughs> 会,い会社のあるアサーユンニャンしるわ嬉しいおしめんでいっぱいだね <laughs> あほらありがとうやめていいですかでいいのがやばい <laughs> バナナマンさんが好きなんでえ固定ツイートにさしてなかったしとるよね87何0ああなるほどね固定にしとるよね確か右へのハート連打します <laughs> ちゃんと赤く赤くしといてねそうよろしくだよそう卒業やめたくなる自分も右辺そうあかん白くなる絶対ダメ <laughs> ちゃんと赤くしてね そう <laughs>。クマナンバーすべて受けき出てます。このワンピースおっしゃですか？これはワンピースじゃなくて普通にトップスブラウスこんな感じ。下は青いの合わてる。こんな感じ。かわい,いっしょ <laughs> そう。いやおしめの誕生日組み合わせて四なの四なの。あ確かに二人ともゾロ目だから確かに確かに <laughs>。 次買うときは920の安西日奈さん桜らさん誕生するえそうよね私 SKE さんの11期さんのお披露目行った時に誕生日も自己紹介で言うやんびっくりしたも本当にそんな誕生日一緒のことあるって思ってあれマジでびっくりした11期さんのお披露目行ってないの行ってるどうなんだろう行ってたらさ同じ現場同じ現場だったね <laughs> 五六四八は怖い。<laughs> そう。嵐、パナマン、乃木坂さん、オードリー。坂えって言うって感じ、ね。ああ、いろいろ通ってきてるのね。<laughs> そう。死刑 <laughs> さんと、さあやさんいってる。本当。ええ。どうなんだろうね。もしかしたら、sk さんに入るた運命もね、私あるから。わかんないね。<laughs> かわいけどこの季節だとちょっと寒そうえそうなの寒いのさっき外出たらこれでちょっと寒かったねさすがに <laughs> そうおしめの誕生日えしがちしがちわかるおしめの誕生日はわかるしがち私もパスワードとかおしめの誕生日とかにするするのわかるよそうお披露目開いてないあお披露目開いてないんだじゃあかぶってないかでも そう、お披露目いっとったんよね私 <laughs> そうっきさんうんうんうん誕生日一緒だと嬉しいよねギフトみーくんイハクさん STI さんヤートンさんいんにゃのオンリーガンでスタさんでした, <laughs> で,したですだねひまわりさんディスタンスさん きお兄さんあんばさんいっぱいありがとうみんなおしめんは青村あんずさんそうだよあんずさんと <laughs> あんずさんと十二期さんのはなさんそうだよんご出身は岐阜ですよ <laughs> 岐阜の岐阜だけど 岐阜県内にチューかルまではずっと県内にいたけど県内で何回か引っ越してるから県内ならあの飛騨も美濃も分かるって感じ <laughs> そうだよインニャのおしめの誕生日とすぐわかるそうなんよ私私パスワードはおしめにしたりおしめにしたり生年月日にしてる時もあったかな <laughs> そう いいろろ誕生すると支援お知らせした時は確かにそれは確かに困るね <laughs> 確かに確かに岐阜メンバーこれ合わせるわ嬉しい STU 初の岐阜メンバーだよ <laughs> そうおしめはアンズさんアンズさんは中期オーディション中期オーディションの時はあんまり多分番号が遠かったから話とかはしてないけど

<laughs> おとしととしへそうなのえなんかあれだよねあのかお車をさお店とかで借りるとな,なんだっけ借りるとなんか決まってるよね違う。あんまり詳しくないや車高山詳しい高山ラーメン食べた食べたよ <laughs> 食べたし一時期ほぼ高山に住んでるみたいな状態の時もあったかもそうそうなんよ 激アツじゃないですか <laughs> そうだよそう僕は家電ギフナンバーそうだね <laughs> 確かに確かにワーカーワーカーワーー借りた車経過なるほど自動車免許は取りたいけど怖い私はおっちょくちょいだからそう怖い、うん、<laughs> あレンタカーだレンタカーワーカーワーカーワー,ーワーに でも私と同じクラスの子がもうさ18歳の年だからそう免許とかをねそう取りに行くんやーみたいな話してる子がいて「わ大人だ!」って思ったけど思えば私も18歳やんって思って大人でした私も <laughs> やばいねそうお友達に免許取ったら載せてねって話したあとはそれはまた別のお友達の話になるんだけど 私はその子に STA で活動してること一人暮らししてること話してるんだけど私は高1の終わりからあの広島引っ越してきてそう過ごしてるんだけどだからもう一人暮らし歴も1年半とかのね今も高3なのに1年半もここ住んでてだからその,そのある子が。 もし大学に受かったら大学の近くに引っ越して一人暮らしになるって言ってたからそう私は一人暮らしの1年半もまあその子が住み出す頃には2年も先輩だからそう何でも教えるよって言って話した <laughs> そう。とにかくスーパー近い方がいいよとかそう自転車置き場もあると便利だよねとか女性はやっぱオートロックがあると便利だよねって話したりとか。<laughs> そうコンロはやっぱ2つないとちょっとね大変だよって話したりとかいろいろ話したよでその子がそうもし体調不良になったらそう助け合おうねって話してて任せてって言って <laughs> 話しとった1人暮らし私は早く始めたからねみんなに岐阜は車がいるそう絶対いるよ <laughs> 絶対いる自動車だとそうだね 免許あると身分一緒になるなる岐阜弁出てるね出てるやろう <laughs> 出とるんよ言われる三期で免許持ってるのはひいちゃんかひいちゃんが持ってるねそれが多分持ってないかな広島路面がえ、確かに広島路面あるから大変そうわかるイメージあるおしましにあ、おしまし設定したわ嬉しい今度話せるのね嬉しい 楽ししみにしてるねたまに出るギフペンがたまらないですよ <laughs> やっぱ出るよね友達とか同期にも言われるそう一人暮らしの先輩マウントやばい <laughs> そうゆいなちゃんでいいよ何でもゆいなちゃんでもいいし私はニックネームはゆいにゃんだからゆいにゃんでもいいしう好きなように呼んで <laughs> リアル役立つ本当に本当に大事一人暮らし情報 そうここに残りますお大丈夫それは <laughs> リーナさん自炊情報とか話したえっ自炊最近頑張ってるからそうとにかく冷凍何か作りすぎたりとか食材が余りそう,う時は冷凍するといいよとかたくさんお友達に話した <laughs> 先輩だよ私も一人暮らしの先輩そう い,いじゃん笑いながら暴走爆走暴走暴だ暴走してそう某メンバーが言ってた誰だよ <laughs> 誰だよそれは言っとるよねそうよね千郎さんぐらい方言ああ <ー S 2> えっ知で方言が出てるイメージは私やっぱ安住さんとかのイメージだねえ今日の自己指導もかいま思ったけどさ岡田ってイメージさ普通岡田っていうのが多分 一般的よよねこれもどう,しようあの私が違ったらでも安住さんってさ岡田あずみっていうじゃん岡田岡田下がるじゃんあれは方言なのかそう本人の癖なのか分かんないけどいつもあれがね可愛い,いなって思うそう人が大好きやあんたちょっと好きで一人、ね、みんな <laughs> ラメ走ってたけどねまあもうないもんね岐阜駅のとこにあるけどあの使ってたのがいいねいい名前やったね <laughs> そう岐阜の人は家族の人数イコール車の台数全然ある当たり前だと思う本当に特に飛騨の方なんて本当そうだと思うあるあるですね 今度初めて話するとき無口になりそう。じゃあ私がいっぱい話しかけるね <laughs>。そう。あ明日、アンさんに会いに行く。わいいね。いいですね。私は最近岐阜に帰れてないから、つい岐阜に帰ったタイミングで、もし何かの奇跡で行けそうなら、公園に入りたいんよね。スケイさんの公園に。2年ぶりとかに。そういうのちょったけど、残りました <laughs>。 ってくださいそうひーちゃんも名前って分かるひーちゃんも分かる分かるぎゅなんとかもた分んや思うけどでも私もよく言われる方言で出るってそうあっ安みって言い方の方言違くああなるほどねずみさんで、ね、広島って感じそうあ岡田弁 <laughs> 岡田弁安みさん岡田弁なのね <laughs> <laughs> そうえ岐阜の人はそう車が家族の人数より多いことってあるよねそうそうなのサンキちゃんに最初見たショールマンユニアだわ嬉しい先週はもう気になってきたわいいじゃないいいじゃない <laughs> いいね私いつか私最近よく話してるんだけどまあ加入した時からもだけどいつか プライベートもだしお仕事でもだけど出張公演とかそういうのでいつか各48グループさんの劇場回りたいって思ってるからいつか SKE さんの劇場にも行けたらいいなその時は是非来てね <laughs> インアンが黙ってる感じしないよなぜかそれは小林さんが岐阜だからだよ <laughs> そう肉の間でたまにコラボしてるえしてるよね 出たいね初見です初見じゃないよさやかさんさ <laughs> やかさんオーディションから見てくれてるでしょアフフフさんの割には広島の北部っぽいあ広島広島でも場所によるんやあるよねそういうのそうそうそうなの岐阜 岐阜出身メンバー私はあと SKE さんがやってるあの「岐阜だって地元で」っていうとかあとはオーディション時代のあのニックネームが「岐阜ちゃんだったから <laughs> ですか岐阜ちゃん出るのも夢だねそうそうなの久しぶりに来られたえありがとう嬉しすぎるちゃんと覚えてますよもちろんえ <laughs> そうだよ休んでたことあるわ一緒だね一回しか行ったことないどこ行ったんやろ郡上生まれああ郡上の方祭りで行ったことあるよそうおしまい参加するけど変な人だよ多分私は変な人やから <laughs> どういう感じで感じよね私は変な人やから大丈夫そう <laughs> オわルすぎる岐阜駅前なんかあ駅の辺ねなるほどマイケルさんの握手した本当？まだあれかなあのー、48グループ内でいっぱいねイベントとかあった頃かなでもすごい STM 来てたことがあるんだね芸能源全然ない本当？ 今ギフちゃんそうギフちゃんギフちゃんって名前でオーディションしてたからねいつか出たいよねもう運命だよねエック X のニハンズコミュニティでインニャの話題なった <laughs> そうなの何話してんのかめっちゃ気になるありがとうあっ丸友ちゃんたくさんお菓子ありがとう頑張れマキさんもありがとうイずちゃんさんインニャンコーニーです で、ですかですか質問系 <laughs> そうですトイさん、夏目さん名もすけさん、高橋まさゆきさんみーくん、いさくさんしちやいさん、ようとんさんみんなありがとうギフトをそう有名人だってそうだよね、私マイクさんよく流れてくるもんそう、私多分だいぶ前から 見かけしたことあるよ <laughs> そうイベント頑張ってねありがとう頑張りますそうその頃だにさすがよくしてるわ嬉しいん <laughs> 私もねめちゃめちゃ詳しいわけじゃないけど保育園の時とかねあの AKB さんのプッチ集めたりとか AKB さんがもともと好きだったからねそう 48グループも見てたでも入る前マ乃木坂さんを応援してる時が多かったけど SKE さんの応援も行ってたしそうアイドル好きなんよねずっとオーディションの時は本名は木によって違うかな例えば STU だと二期さんは本名がオーディションから出てたけど3期は出てなかったしそう 機によって違うからね。あ、明日の配信によって確かに立てなきゃ立てなきゃ大事大事大事です。大事です。明日の配信予定遅そうだ。立てなきゃいけないね。みんなが消しい時間ってどうなんの？でも明日は。 休だかからみんなな比較的来やすいんかなどうなのどうなのちなみに明日は私はこのイベント中は本当に前半はあまり予定がなくて後半がもうギュギュって感じだから明日は一日どの時間でもできる感じだから枠をちょっと多くしてもいいよねって感じでも夜のこのぐらいの時間帯はやっぱしたいね普段してる時間はやっぱりしたい。 と普段来てる方も来やすいと思うし「プッチアップねあったね」たね集めてた <laughs> そうみんな何時ぐらいがいいと思うなんか何キラキラ何かがさ入れき切り替わるタイミングあるじゃんあの時とか15時だけあれってあの時とかにやるのいいんかなどうなんだろうどうなんでしょう明日フードフェスティバルに行くあそうなのね 明日はユニョがいちずちゃんいちじゅいちずちゃんん <laughs> 言えなかった <laughs> これらしいあ嬉しいこの時間多分してるから待ってるね15時で切り替えあ合ってたよかったよかった15時で入れ替わるよねじゃあ15時境にそこはしたいよね例えば14時45から15時15みたいな感じでそこのタイミングは できれていいね一旦メモ書いて確定させよう絶対にしたい段階はそうミッション達成のために来てくださる方とかもいらっしゃるよね14時そう多分区切りすぎると大変だから一枠短くて30分とかにしようかな明日はでも休日で完全休みなのが明日だけだから明後日は。 お話し会だから時間は取れると思うけどだから大事に一日使いたいね明日確実にする時間14時45から15時15はしたいけどあとはこの夜ぐらいにしよう夜夜も夜もしたいねこの時間はそうそうなの朝もする起きれるかな頑張って起きるか <laughs> 朝やったら何時ぐらいがいいんだろうでも休日だからさ早すぎなくてもいいよね普段なら私学生だからさ8時までしかしないからそうでも夜は1時間と言ったよねやっぱ1時間以上と言ったよねこの時間は22時までしたいねできればできればしたい夜は22時までは 何時したとか決めたいけど絶対にしたい朝朝午前中だと何時ぐらいがいいんだろう10時台とかそう休日だから早く起きしてる人はしてそうだけど朝くても大丈夫そうよねいっぱいしようぜえそうせっかく今日はどうしても日程的にマックス3時間できずに時間半だけやったけど使えるのは3時間ねしたいからみんなといっぱい話したいから そうよろしくだよほンか牛乳の宣伝でスケインの方が来てくださってえそうあげてくれとったよねめっちゃうれしくって私あのツイート見かけた時にありがとう感謝すぎるよかったら今日来てくださった方また待ってるね <laughs> 待ってるよ12時とかでもいいああなるほど6時にあげてなきゃいけないわ早いそういう気持ち好きです <laughs> やるからにはね 本気でやりたいから私は頑張りますねそうやるからには本気でやりたい人間だからそうだよそうだよきっとさ私がこの時間までしか配信できないからこのあとさ順位が入れ替わったりとかがあるかもしれないけどそう明日も変わらず応援しに来てくれたら嬉しいよ。 午前中かひ昼でもいいかにしたいよねあと明日今日はあんま話せなかったら,から明日さこのイベント期間中になんかしたいことしたい企画とかしたいコスプレとかみんなで話したいそう迷うそうご自出勤は大変 <laughs> 大変だそれはそりゃ大変だ みんな無理のない程度で配信も来てほしいし応援もよろしくねそう最終日最終学がそう大事なんよみんなでそう頑張ろうね <laughs> どうしよう最後のさこの夜を何時何時間にしようかな何時間1時間1時間半どうするといいと思う1時間だと足りない気もするんよね私なんか話でそうだよ <laughs> 毎日できたらいいよねでもやるからにはもちろんね目指して頑張りますそうかなとしてる時にいつもさ22時に終わってその後24時まで2時間大人メンバーできるからその2時間でじみが抜かされて朝になってしょぼーんってしちゃうから寂しいそう。 しょうがないんだけどねこれはそう。夜2時間も可能ああなるほど確かにそれもいいねそうショールームはお昼目の時からずっと毎日配信続けてるんよね実は <laughs> そうなんよねこのタイミングで X イネが来たら圧ですね大人そう大人メンバーにはどうしてもその時間はね叶いません そうなんですよ夜,夜1時間半撮ろうかな2時間撮ろうかな今回は最終日何時終わり今回は8時終わりだった8時終わりだけど最終日の最終枠は多分私含めて出る子みんな同じ日程だからおそらく最終枠はちょっとしかできないそうだからこの毎一の積み重ねが大事だと思うから頑張るね そう昇格かかったイベントで制限ある。そうなんよ。そうなんよ。こないだのバズれんのがやけど、もう、もう本当に大変。こないだのね、バズれんのがさ、私4位,4位で3位のやつを昇格で、4位でギリギリできなかったからさ、悔しかったから今回は、今回こそは、頑張るよ。へへへへそう。朝も大事。朝も起きよう。あ、そう。花パトンまで。そう、よ 19時半配信やばい時ね二24時かあれか大人メンバーできるのかそうどうしような夜でも朝朝一回撮りたいよね朝さ朝どうしよう朝何時代がいいと思う10時とかでも大丈夫だと思う 10時でも大丈夫だと思う平日は朝8時までしかできないから平日になったら多分朝8時よりも前にすると思うから明日はいつもん10時台とかでちょっと遅めでもいいと思うかなう今日の夜すること結構あって <laughs> 寝るの遅くなる気がするからちょっと遅めに10時とかでもいいかな。 せっかくのこの土日昼間が普段できないけど土日はできるからさそうこの時にねへへ <laughs> 使っていこう10時なら来れるあ本ほんと十10時でいいと思うあありがとうじゃあ十時分かりやすくね10時スタートにするね10時から30分間でいくかそこ,こは。 30分間今これで1時間あったけどあと2時間をどこにしようかな今まだちょっと綺麗じゃないけどこの後書き直すからとりあえずこれは決まってる最後の枠を1時間半にしようか最後の枠を1時間半にしてもうあと1枠30分をどこかで入れてもいいよね夕方が確かに寂しいからここがここで入れてもいいよね どうしようかな私はもう本当に明日はフリーだからもう3時間とか制限じゃなければ一日中配信つけてるぐらい全然 OK な人だから <laughs> 仕事の合間行きますわーありがとうみんな忙しい中いつもいつもありがとね感謝すぎる私も頑張るからみんなも1週間よろしくだよそう だね、夕方入れない18時台ああ確かにその時間あその時間人多かった気がする忙しくないの見皆さんますよあ,ありがとうおも明日ましたできそうだからじゃ夜を1時間半にして夕方に30分入れるねちょっとカキカキしますこれを20時半にしたらいいかなもしかしたら 急によって入ったりとか、そうそれで多少前後するかもしれないけど基本出したら基本それで進めますね。十八時台確かに人多かった気がするんよね。その時間にしちゃおうかな。 十八時から始めるか十八時半か迷うな。迷 <laughs> うなー。そう。今十七歳。あさい、えプロフィール17で書いたままやったかも。最近十八になった。その後で。そう。十八時だいいよね。十、うん、どうしようかな。 よねでも15とかで刻んでもいいけどできればぴったりの方がわかりやすいよね十八時,18時半だったら時間空くんだよねが18時台の配信が終わってそのあとご飯作ったりとかお風呂入ったりとかして最後の配信にしてもいいよねそう。 よし決めたあれでいいかで今からちょっとしっかりめに書くけどこんな感じでいいと思うどうとりあえず朝は平日普段はできない時間だからこの時間に10時から10時半まで30分してその次がちょうどこれが切り替わるタイミングだからここでするか。 ここで30分してその後が夕方この時間は確か人が多い時間だからねここでも30分して最後夜がいつもやってる時間にそうこんな感じでいいと思うじゃあお前ええもう適当に書いただけよ <laughs> そうこんな感じでいいかな多分そうくるみさんのとこにもわあ優しい来るか分かんないけどいやいやもう優しい本当にありがとう協力があって私は頑張れてる じゃあしっかり上に書きます <laughs>。ちょっと待ってね。えっ、ー、と明日は10月26日。1月2日目。イベント2日目です。まさかまさか1日目のイベントが始まる5時間前に。 ね、あんなお知らせがあるなんてみんな思いもしなかったでしょう一緒に頑張ろうね違う昨日より小さいサイズだから分かりにくいかもはっきり書くねせっかく書いても見れなかったら悲しいから14 三十五から十五時十五ああちょっとぐちゃってなった <laughs> 悲しいぐちゃってなった十八時から十八時半はいなんかの上で書いてなくて手で持ってるから。 期に描けないよ。二十二時。まで、オッケー、これで。こう、横に。時間も変いてこうかな。さサブ六十八、三時間だね、オッケー。かけすぎると、ちょっと大変だからね。よし、オッケー。これで見やすいと思う。 そう,そうなのあれ見て上って思ったら <laughs> 正直ねみんなびっくりしたと思うこんなイベントになるのってびっくりハートしたが通じてくるわ明日も来るしかじゃあ明日の例えばこんな感じちょっとちっちゃくて見えなさい見,見えにくいかもスクショをぜひしてぜぜぜひして明日も見に来てね明日は一枠目が10時から10時半の30分 三枠目が十四時四十五分から十五時十五分のええ三十分、三枠目が十八時から十八時半の三十分、そして四枠目は普段やってる時間の二十時半から二十二時まで、これが九十分間よろしくお願いします。よしテロップキャストおオッケーありがとうね。いつもあげてくれて嬉しいありがとう。 配信予約もそうだ今日あんまり入れてなかったから明日は入れます夜とか時間あるときにこのイベント期間中にしたい企画とかも考えようね明日は2日目頑張りますフもちろん目指すはイジー頑張りますこれも大きめにして。 スクショタイム、オッケー。よかったら、みんなスクショした方は。エックスに載せてくれたら、嬉しいな。<laughs> どこ行ってかよし。じゃ、単純で。今日も終わります。ありがとね、本当に。来てくれて。長い配信だったけど。ずっと喋りっぱだった、楽しかった。十八から行きます。十八。なるみ。あと。今日は香川大学さんようさん。推しの両親と隣とは。 幸運ですね十七位ゆんにゃんがオンリーワンですさんあれーち小,小,小さいおさんいつもゆるのちょっと慣れない <laughs> ですだね十六位やーたあとおつまみさん十5位たかしあとおつまみさん十4位メロンかっこすいかさんどっちやねん <laughs> 13位ふくたろあとやみんずさん十二位まるともちゃん 11位マクアトおつままみイベント頑張ってありがとう頑張ります <laughs> そしてトップ 10! いきます10位ワンタさん9位シオリンさん8位ママさんそしてそして7位ナスちゃん6位ヤマシンさんそして今日のトップ 5! いきます5位リニアと奥クザーミーさん4位ウマちゃんとユニアに集中してるおつまみ ラブさん、ありがとね。もっと集中して。そしてトップスリー、いきます。さあ、キャピーさん、そしてに位、かがさん、そして今日の第一位は。ドドドドドドドン。今日のランキング一位は。なんとなんと、アンバさん、ありがとう。え?。私の気のせいじゃなければ、アンパーとアンバーの時があるよね。いつもさ。 私のさこの表記がさ小さいからさ押してさこうやって見てさ確認しよるんやけど <laughs> 今アンバさんでよかったよね <laughs> ありがとう今日もありがとね明日の明日もよろしくねあ私だけでもスクショしといてねありがとうね2時間楽しかったさっきの枠と合わせると2時間半 頑張りましょう。明日二日目も。目指すは石井。頑張ります。だったらエックス。投稿してね。私のこと。役 <laughs> 員可愛いでしょ。可愛いでしょ。<laughs> 期間中に多分コスプレとかもするから。楽しみにしててね。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。あ、あの朝投稿します。時間。バイバーイ。 Yeah